うわー、よーしゃなく、あー、いたいたなー、インキック、あーっと、あ、後ろに引っかかっていた。やはり後ろを見せるほど甘くはなかったカンドリスノブ。でもすぐ動くなくて抜け出したところ、抜け出しましたね。北斗よく研究してますよね、スリーパーだけは。なんとなくね、このスリーパーで後ろ見せた瞬間来ましたね、スリーパー。空中舐めましたからね、それにしても。すごいですよ、やはり。やはりところアピールをしている余裕はこの選手にないでしょう。すごい技を持ってきたぞ。あれやろうとしたんですか。いや、人間風車だと思った。面白そう思いましたよ。
められながらも一瞬の隙を狙ってますね、カンドリーも、狙っているカンドリー。なんといってもね、あの大阪では肩を脱臼させられてますからね、二度とあの同じ工夫をなめないと、当然心中穏やかではないでしょう、北斗晶。まだ生きている、バックドロップホールド高角度、またしても消耗戦になってきた。こうならざるを得ないんですけどもね。今度は北斗の矢下キック、変化キックの返しだ。リング中央で座っているカンドリア、まだ生きている、まだ生きている。結末。